アッパーっと、あ、ここハッピーバーガーだって。来るか、来いよ来いよ。そこ、あめっちゃ必死に殴ってんだ。いや、めっちゃ必死に殴らせてるんだけどさ、ごめんなさい。多分ここから入れるよと。いや、こういうの大事だから、マジで。ワンちゃん生きてたら嫌だから、こういうのマジ大事。いる影もないけど、あ、案の定動き出したらとどめ刺したはずだろ、お前。動き出すんだから、もうもうやだわ、もう。あれ、まだいる？あっ、こら、何入ってんのよ。もしかしてこれ酸か、なんかいるか。いるわけではなさそうか。で、何かあるわけでもなさそうだな。ちょっと移動移動、ムーブムーブ。なんかある？あっ、メディキットか。あ、よしよしよし、もうやったぜ。そしてここはどうやらロックがかかっていたから、あのルートで正解だったみたい。あ、よかった。とりあえずこれでちょっと体力に余裕ができたぞ。ちょっと飲んじゃった、あ、間違えて。まあいいわ、とりあえずあれだ、アパート行こう。アパート、慣れてきたとはいえやっぱりこの雰囲気がやだな。いや、もう雰囲気がね、僕ちょっともうね、ここだ、ここの虫虫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 虫したい。9号室虫虫虫虫虫虫虫、気づくなよ気づくなよ。よし、来た。ないな、向こう側からじゃないとダメってことだな。ちょっと慎重に行こう。あ、押せる、よいしょ、オッケー。で、こっちはどうだ。メモ書きもあるぞ。なになに、5号室の住人が鍵を置いていった。上の階から水漏れしているらしい、確認しないと。なんかあれだな、メモ帳を見る限りさ、なんか人が急にいなくなったみたいな感じじゃない？あ、5号室の鍵。もう一番大事なの9号室の鍵だよな。まずどこにいる？仕留めといて損ないぞ、きっと。あ、これもクリーチャーなの？これかなと思ったら、マジでこれかよ。ね、で、話もどうけどさ、なんか集団失踪してるみたいな感じじゃない？なんか、急にいなくなった的な、開いてるな。あ、メモ書きがあるぞ。なんかの暗号これ。レリフミドさん。でも、これで、なんかの暗号ってことねえよな。とりあえずあれだ、また休憩あるぞ。よしよしよし。でも意味もなく置いてるなんてことあるか。棚殴れ。何もないか。仕方でいいのか。オッケー。いや、念のためさ、大事じゃん、なんかの暗号かもしれないし。開かない、ロック、ここは87。あー、まあ、だよな、7の隣は8だよな。地味に9号室がないぞ。さらに上ってこと？開かない。お、あ、そっか、この鍵使えるのか。
水漏れがどうこうとかって話だよな。なんで俺が管理人の代わりに水掃除しなきゃいけないんだよ、めんどくせえな。 とりあえず、まあ、行けるなら行くしかないな。ゆっくりね。気をつけてよ。上でなんか動き回ってるぜ。れ、こっち通って救護室行けってことじゃない？おお、下歩いてらっしゃる。おお、いい眺めだぜ、まったく。おいおいおい、やめろよ。 やめろよ、びっくりするだろうが。読めんのかよ。そんな時に彼女やってきて、そういうものを洗い去ってくれた。物事にまた闇を見出せになったんだ。でもここじゃダメだ。抗えない。何抗えない、何に抗ってるわけよ。開くのか、これ。あ、開いてる。うわ、何？あ、開かないし、な、すげえ匂いってことね。ノットスメ、うわ、何これ。これじゃ開かないと。あれ、でもここ10だぞ。開く？開かない。あ、9、ここだぜ。ここだ。何もないよな。なんか覗ける。わ、そりゃビビるよな。マジで？もう。行くぞ！あ、怖い。覗いてからでもいいんじゃない？何？それだ、大丈夫？なんだこれ？あ？ジュークボックスのボタン？ああ！調べて正解だったのね。ただ、中で何がどうなってんだこれ。ボタンはゲットしたぞ。こっから降りれるってことは、あ、そういうことか。ジュークボックスのあれか、ボタンを手に入れたから動かせるようになったよっていうことかな。よし、とりあえずアパート OK だ。チェックついた。じゃあ、ミュージック行くんだ。あー、大変大変、忙しいわ。あ、着いたぞ、ミュージック屋。空いてる？あー、いた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 。せーの！お、なめるな！ポー！えー、そ！出し、こ、あー、やばい！やばい！この！うわ、ナイス！よし、栄養ドリンクのも。あー、生き返るわ！なるほど、画面の赤いあれが。ダメージ表記だな、きっとな。よし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 。で、半分に割れたレコードを探しに来ましたよと。メモ書きもあるぞ。酔っ払ってボロボロ泣いている清掃員が店に入ってきた。手には半分に割れたレコード盤を持っていて、どうにか直せって大声叫んでたよ。静かにしてもらえるんなら何でもいいと思ってさ、棚から接着剤を取り出さず立ち上がったんだけど、その時にそいつがレコードを半分しか持ってないって気づいたらしくて、このまま走っていきやがった。あのレコードはどうしようもないけど、あれ、ニーリーズのかな？今度行くことがあったら聞いてみてくれよ。裏返しは？何もなしか。つまり、レコードないの？いや、また、半分に割れたレコーダーあるぞ。
あ、で、イベントでアイテムを組み合わせるってあるわ。待って、窓ガラス割るときにそんな気合でうえーとか言わないで。音楽は失われていたと思っていたあの素晴らしい瞬間を取り戻してくれます。おお、レムスさんの記憶のお話じゃねえの。じゃあとりあえずつなげてみよっか。組み合わせる、これこれこれ、これこれ本当に大丈夫、これこんな読み込めねえよ。ロングウェイホーム、曲名ロングウェイホームだって。まあとりあえずレコード版をゲットした。で、またあれだな、ジュークボックスのところに戻ると。よいしょ、とりあえず戻りましたよ。念のためセーブ、何があるかわからないからな。で、ボタンは2のボタンとレコードだけど、どうすりゃいいんだこれ。おで、あれか、ここにジュークボックスのボタンをつけてコインを入れる。どれ、どれでもいいのこれ。いや違う、あれ、来た、あれ鳴る音楽、すっごい怪しいよ。あ、な、お、ああ、おお、階層入ったぞ。なんだ。すごい、なんか階層でビビってるけど。ビビるなってか。そうだよな、ビビってもしょうがねえな。ああ。湖のほとりで一日中過ごした。二人で湖をただ眺めてた。ああ、まあまあまあ、そらそらそうでしょうよ。お、で鍵？なんで鍵なんか。あ、もうレコードにいたってはもうバラバラになってた。バーニーリーズの鍵。あ、裏手だな。ここだ。わあ、すごい、奥さんとの思い出の曲だったんだね。で、鍵は取ったけど何かやれることあんのこれ。あ、あるな。あ、そういう、一回登っちゃったらこれもう降りれないタイプだ。で、メモ。おお、よしよしよし、栄養ドリンクもゲットしたし。あの男な、あんたが帰った後に一度戻ってきたよ。別に変なことしてきたわけじゃないからいいんだけどさ、なんだか悲しそうな雰囲気でね。誰かと街を出るみたいなことをボソボソ言ってた。もっともあの状態で運転させてもらえなかったからそこで終わりにさせたよ。あの人の車はまだ店の裏にあると思う。緑っぽい青色の車だから朝まで止まってるか見ておいてくれるか。末尾が06のナンバーだったはず。06ね、了解。奥の部屋の手紙ということで、まあ、手紙をゲットしましたが、どうすりゃいいんだ。ああ、そういう、こっち行けってことだ。はいはい、わかりましたよ。どんどん続け、サイレントヒル。こんな元気よくできないマジで。ちょっともう神経すり減って疲れてきたわ。06だって、緑色の青っぽい車。06探し探し、ただねえ、どないど、どれど、これは0、
なら、なんだったら64やん。何もなし。あ、これか。そもそも論としてこれナンバーが書いて20、ここだよな。あ、違う、もっと先だな。もっと奥、もっと奥、もっと奥だ、こっちだ。これ開く、あ、開いてんのか、気づかなかった。よいしょ、06あったね。これ絶対ラスボスかなんか来るだろ。これなんだ、これ服、え、べちょべちょや。うわ、まあよく取れるね。うわ、なんか来た。おお、団体様のお出ましだ。逃げるか、逃げらんない。なめるな。え、よし、ムーブ撤収だ。風が吹いた。問題はどこに行けばいい。こっちか、公園行けばいいんだよな。やばい、やばい、あちこちいる、あちこちいる、やばいやばい。避けていくぞ、避けていくぞ。戦う必要はない。経験値がもらえるわけじゃねえんだ。走れ。すごい量いる。待って、マジですごい量いる。やばいやばい。公園どっち、公園どっち、どっち行けばいい。こっち。こっち通る必要がある。こっち行かない。やばいやばい。とりあえず離脱、離脱、離脱。急に風まで吹いてきやがって。あ、いやー、なんか出てきた。シャーク臭いぜ。よー、いる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 。え、行き止まり？待って、え、どこを？ちょ、読んでる場合じゃない。バリケードの目、うわー、蘇るなー。おー、ありゃ、せーの、ふい、ふわ。なに、バリケードのメモってなんだよ。どうすんの、理由はわかんない、でも嫌だ。匂いはしそう、してなさそうだし、しない、匂いは全くない。な、何言ってる、意味わかんない。は、あ、いける。なんだ、何書いてあるの。悪魔の中に開かれた。何を言っていらっしゃる。殴る、違う、え、何、は、うん、待って、マジでわかんねえぞ。あ、でも、か、鍵、そうだ、ウッドサイドアパートと書かれている。ウッドサイドアパートっていうのはどこにあるんですか。違う、ウッドサイドアパート、ここだ。本当に人だらけ、バケモンだらけの間違いだろ。この場所を出よう、この場所を出よう。あ、そういう、なんかあれだ、脱出を試みる人もいたわけで、ね、ここだ、よいしょ、なんか入れ。はぁ、また誰もいなそうやな。あ、で、あれは、コーズウォーター公園に行けるぞ。とりあえず、また探索や。はぁ、しんどマジで。ん？なんだこれ。多分、穴に全部埋めるんだな、これ、なんか。ほら。ほら、5つの穴に三花瓶、まずは木の下眠る乙女、乙女の後ろで風は吹き、華麗な花も一人咲く、そこに美男子現れる、月光りにて輝く目。これあれだな、配置もあるんだな。だあれだ、とりあえずこれ探せってことだな、コインを。はいよ、とりあえず101、103、102行ってみるか。
けないのか。じゃあ2階だ。うわでも暗いな。誰かいるのか。どう考えたってクリーチャーでしょうが。なんだ。ライト、おお、おお、おれの前、おお、レンダー、このチョコサイダー、うん、新クリーチャー出てきたぜ。なんだ今の。すごいな、マネキン置いてあるぜ。あ、ここは何もない。うわー、しんどい。よし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 。中庭の鍵はゲットしたから、中庭行けってことだよな。ここか。よし。これを、そういうことがこっちか。よいしょ、オッケー。こっちにはいない説あるな。ロイケン兄弟殺害事件、加害者が留置中に自殺。先日発生した殺人事件の犯人ウォルター・サリバンは22日朝自らの命を絶って自身のところで発見されたよ。警察の声明ではサリバンはスープスプーンを自らの頸動脈 に深く突き立て、うわー、大量出血によって死亡されたとされている。サリバンは今月18日ビリーとミリアムロケイン兄弟に殺害という罪で逮捕されていたよ。彼の故郷であるプレゼントリバーの元同級生に話を聞くと、サリバンは子供たちを殺すような人間ではないと述べつつも、サリバンが逮捕直前まで深刻な妄想状態に陥っていたと証言していた。彼はいつも変わったことを口走っていて、彼が私を殺そうとしている、私を罰しようとしている、あの怪物赤い悪魔許してくれ、やったのは自分だけど自分じゃないんだとか言っていた。何それ。今思えば彼はちょっとおかしかったのかもしれないと同級生は断じている。何それ、どういうこと。あれ、あれだ、子供たちをなんかその、まあ、兄弟を殺しちゃって許してくれとかって言ってるぐらいだから、自責の念に駆られたんでしょうな。やだ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 。マジでやだ。あれ歩くの？先にカウンター決めたじゃない。もうカウンター決めたのに。何これ、まあまあ気色悪い。嘘だろ。下半身と下半身つながってんの。ほんでもっていろんなところに貼っついてるわけ。嫌な、ずいぶん趣味悪いぜ。途中の中継エリアって感じか。あ、で、鍵あるぞ。拾える？そこ、あの、武器使うなりなんなりしてさ。あっ！もう、何するこの野郎！痛い！何すんのよ！てか、ようやく生存者に会えた？なんで子供。本当だよ、なんで子供が。よし、じゃあ道はまた分かったぞ、こっちからだな。お子さんの走る音が聞こえたな。